これ見てて気持ちがいいっていう人ね多いんで、またやってますけど。はい、こんにちは、シアラスポーツです。皆さんお元気ですか。今日の動画はこちらですね。修理はこの平掛けのリレース紐替えだったんですが、見てください、ポケット。はい、この辺は乾燥してカサカサしてきます、きてますし、この辺は汚れがついてますよね。いろんな道具とかお手入れのオイルを持ってないけども、固形オイルは持ってますっていうね方、これ何回か動画アップしてますけど、簡単な固形オイルでのポケットのお手入れをやっとこうかな。はい、どうぞ。はい、じゃあ最終的には全体的に油分を補給して、磨くんですけど、最初にこの汚れを落としときたいですよね。でさっき言ってた、私普通の固形オイルしか持ってませんって、普通の固形オイルでね十分でございます。まあ、こういうね、普通のオイルですよね。まあいろいろ色はありますけど、でスポンジで塗ったりタオルで塗ったり指で塗ったりいろいろですけど、汚れ落とす時は歯ブラシみたいなもの、いつもやってるからまた買ってね、またですよ。これでね、油分を浮かせて汚れをね拭き取ってあげたいと思いますね。例のやつまたやろうか。じゃ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 ん、アップで汚れが浮いてくるところね。はい、お、いいかな、ここね、いきますよ。これ見てて気持ちがいいっていう人ね多いんで、またやってますけど。どうだ、浮いてくるか。いっぺんにやろうとしないで、ちょっとずつ部分部分でね、やっていけば、オイルでよっぽどね、ひどい汚れ、どうかな、ひどい汚れの時は、まあ、それはクリーナーの方が、綺麗に落ちるのは落ちますけど、オイルでも落ちます。ね、ほら、綺麗になりました。これの繰り返しでやっていきます。ただ、こすって拭くだけですよ。ここね。これまたあれか、早回しした方がだんだん綺麗になるところが分かりやすくていいのかな。早回ししようかな。はい、しつこい汚れは落ちましたね。はい、じゃあ今度は捕獲作業していきますね。今度は全体に油分の補給をしていきますので、スポンジを使ってあげます。はい、どうかな。はい、今一通りオイルを塗りましたが、あとね、必ずやっていただきたいのは拭き取りですね。塗りましたで、置いとくとここ浸透しない余分なオイルが表面に残ってしまいますから、それはまたね皮に良くないので、拭き取りをして仕上げしてください。はい、
い、今日はグラブオイルを使った、まあ、簡単なお手入れということで、まあ、いつもやってますけどね、お送りしましたが、どうですかこれ、前と比べてね。はい、ちょっとしたお手入れでグラブがミットが長持ちしますので、ぜひお手入れもね頑張ってくださいね。まあ野球頑張らないとダメだけどな。それでは皆さん、さようなら。